パーンと目に入ってくるので、アイコンとしては本当アップデートされたなって。まさに時代に合わせてよりコミュニケーションスピードを速くするためによりアイコニック化するというか。社内では結構 BX っていうのも浸透してまして、うん、まあその略称を社名にしたら結構コミュニケーションスピードが上がるかなと思ったのが今回のきっかけなんですけど、うん、そうですね、まあ、僕も今回福井さんからまた改めてお話しいただいて、ある意味僕もまた初めてのトライですごいワクワクしてるというか、まあ、でもそれこそ本当またコーポレートアイデンティティの新しいあり方だなと思ってるんですけど、まあ、今回の場合だとコーポレートアイデンティティのアップデートっていう形だと思うんですよね、はい、で、まあコーポレートアイデンティティを変えてしまうわけではないので、ビューティーエクスペリエンスっていう、まあ、ミッションもしくはそのスローガンみたいなことはやることは変わらなくて、でまさに時代に合わせてそのよりコミュニケーションスピードを速くするためによりアイコニック化するというか、まあ、その BX っていうのはまあそのなんていうかな、開けばビューティーエクスペリエンスですっていうことが、まあ、ある意味業界内とかにはだいぶ浸透したと思うので、はい、まあ、そこで要するにより記号的にしてコミュニケーションスピードを早めていくっていうのは、またそれは新しい戦略だなと思って、コーポレートアイデンティティのアップデートっていうのは僕も今回名前のところでやるっていうのは初めてなので非常にワクワクしてますね、うん。まあ、ロゴのアップデートっていうのは、いろいろ、まあ、ずっと変えないでアップデートが必要がない場合もありますし、例えばそのステージに合わせて、名前は変わらないけどもロゴを少し触ったりするっていうことは今までいくつかやってるんですけど、今回ネーミングのところをアップデートするっていうのは初めてのところで、まあ、でも社内的にはかなりもともと浸透してた略称だったりするから、はい、あんまりあれですよね、インナー的にはほとんど心配ないというか。そうですね、ですよね、はい、うん、インナーブランディングじゃないですけど、社内でやっぱ浸透しているとそのまんまこう社外にコミュニケーションでも、うん、結構プレゼンでもビューティーエクスペリエンスって長いので BX って略称で、うん、お客さんにも言ってたりしたの で、うん、でお客さんも何て呼べばいいのって聞かれたら大体 BX ってお願いしますって、うん、お答えしてたので、まあ、そのまま社名にしたことに関してそんなには抵抗はないのかなと。そうですね、まあ、その辺が多分こうビューティーエクスペリエンスっていうものがある程度浸透して、はい、で社内社外にも、まあ、ステークホルダーには結構もう浸透してたから。そうですね、そこで多分福井さん的には全然 あまり不安もなく、うん、そこの記号性を上げても全然いけるなっていう判断です、ね。はい、そうですね、うん、それを社名にした方がより効率的というか、はい、そうですね、コミュニケーションスピードが上がるかなと思ったんですよ、うん。まあ、そこもある意味こうなんていうかな、アフターインターネット以降のコミュニケーションのやり方っていう感じですけどね。ああ、そうですね、はい、まあ、そこはやっぱり昔とは随分違って、やっぱりこう、まあ、社名をそういうふうにこう変更していくっていうことがコミュニケーションの戦略の核になってるっていうのも、うん、昔では考えられないようなやり方だったり、まあ、その社名をそれこそそういうコミュニケーションの本当のなんていうかな、あるメディアじゃないですか、まあ、そこに使ってるっていうのも、まあ、ある意味こうやっぱり SNS 時代の新しいやり方なのかなというふうに思ってます。少しいろいろ進化していて、例えば色を少し強めに変えたりとか、あとその元々のシンボルと BX っていうのロゴのバランスっていうのは結構ビューティーエクスペリエンスだとだいぶ文字数が違うので、そこの調整はねかなりいろいろやらせていただいて、で名刺のデザインとかあの辺も見え方をだいぶ今回変えたと思うんですけども、そのロゴに合わせて一番そのロゴがよく見えるような形に逆に名刺とか封筒とかも作っていこうというふうにやりました今回。そうですね、そこもね議論しましたよね、はい、BEX だと BEX って読まれて知らない人が読んじゃうと良くないよねっていう話で、まあ、ハイフンにするかスペースにするかとかそれを検討しましたよね、はいはい、
まあ、それで、まあ、デザインもいろいろしてみて、まあ、一番自然なのがハイフンかなという判断でしたよね、うん、そこはなんかあれですか、もともとハイフンが一番社内でも浸透してた感じですか。もともとは小文字で BEX だけだったんですけど、うん、でもあの間にハイフ入れるのは全然抵抗なく、うん、そうですね、もうその日のうちに私も書いちゃいましたけど、ね、まあその方があれですよね、やっぱりこう間違いが起きなくなってくるというかね、はい、あれが1個入るだけでベックスって読まないで BEX っていうのを読めるようになったという、はい、まあ、B だけ大文字とかね、いろいろそういうのも検討しましたけどね、うんうん、あ、やっぱデザインがやっぱパーンと目に入ってくるので、うん、アイコンとしては本当アップデートされたなっていう、していただいたなっていう思います。なんか新鮮な感じになりましたよね、はい、うん、そうですね、これウィズコロナということで、まあ、今までもデジタルに力を入れていましたけども、今後も引き続きデジタルには力を入れながら、そういった面でもやっぱあの BX っていう社名の方がこう伝えやすいのかなと思って、うん、今回略称に変えたっていうのがありますよね、うん、あと、まあ、あのスタジオやってますけど、やっぱ B2B2C なので、うん、当社のビジネスモデルは、まあ、旗艦店でもいいのでショップみたいなものも今後はやってみたいなと思ってますけど、うん、いいですね、そういうショップぜひご一緒したいですね、はい、あ、ぜひ、はい、やっぱり今度、ね、そのスタジオからショップになると本当に B2C に対するまあ、分かりやすい窓口ができるので、はい、より BX の考えていることを伝えやすい場ができると、まあ、そこで、まあ、認知やいろいろやりたいことの、何ですかね、こう理解も進むと思うんですよ、ね、はい、まあ、そうするとまさに新しい美の体験というのをこうより進化させやすいのかなと、うん、そうですね、はい、ぜひショップやりましょう。まあ、社名が美の体験なんで、やっぱ体験していただける場がいっぱいあった方がいいですよね。はい、いや、まずですね、やっぱり今回の件も含めて結構進化のスピードがすごく早いんですよね。だから本当に6年前に、まあ、1年間かけていろいろディスカッションしたことがすごい良かったのかなと思うんですけど、その後の展開ってすごい結構早くて、はい、で6年でそれこそ一番最初にお会いして伺った会社とはもう全く別の会社になってるぐらい、もう多分あのご自身だと毎日やられてるので、そこの進化がもう逆に見えないと思うんですけど、すごくそのスピード感は速いので、もう本当に一番最初のモルトベーネから比べたらもう劇的にもう全然別の会社みたいになったなというふうに感じてますね。で逆にでまた今回ここでさらにその上でコミュニケーションのスピードを上げるコーポレートアイデンティティのアップデートを行うこと で次今例えば、B2C 向けのショップもできたりすれば、もうどんどんこうスピードアップして、そこのスピード感をですね、もう常に倍速ぐらいに進化していってほしいなと思いますね。